やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。あと今回のお題がちょっと待ってね、ネット恋愛のエピソード、おもれ男女エピソードで募集しました。職場で知り合った人がロロをやっていて、私も好奇心からやるようになりました。そして仕事後にオンラインでいろいろ教えてもらっていたら、3日目くらいに付き合ってほしいと言いました。最初は断っていたのですが、もっとロロのランクが上がれば付き合ってくれるのか、それなら仕事辞めてずっとロロをするよと言われました。ランクが上がれば好きになると思っているのは、意味わからなかったけれど、当時業務的にも、仕事を辞めると困ってしまうというのもあり、とりあえず付き合うことにしました。ですがどうやら初めての彼女だったらしく、今度は仕事を休んでデートにしに行こうかとしつこく、勝手に私の分まで、職場に休みますと連絡を入れられたりして、うわっしんどかったので、やっぱり別れたいと言いました。すると、それなら死ぬと言われ、仕事を無断欠勤したり、ロープを買った、購入履歴を送ってきたり、そういうことが毎日続きました。どんどん言ってくることも様子もおかしくなっていったので、さすがに心配になり、一度会って話そうと言い合いました。すると、私の顔を見た瞬間、今から電車に飛び込んでやると言って、財布も携帯も置いて走っていきました。明らかに様子がおかしくて、すぐ追いかけたのですが、見失ってしまったので、近くの駅と交番の人に事情を説明し、3時間ぐらいみんなで探しました。でもいなくて、一度はその人の家に行こうということになり行きました。そしたら笑ってロルの落語をしていました。出会ってからここまで1ヶ月ぐらいの話です。もう絶対にロルをやってる人間とはかかりません。それや私はずっと TFT をしています。ロールプレイヤー死んでいるぜ。ちゃんと頭がおかしいんだな。ロール最高。いやたまらん、バケモン揃いで助かっちゃうぜ。お題がネット恋愛エピソードだったので、ハセシンさんに片思い中です。女の子と絡みを、見るたびに苦しくて苦しくて苦しい気持ちになっています。別会話の推しはいましたが、付き合いたいという好きにはなったことありませんでした。ハセシンさんに出会ってからは、好きな子にはこんな風に接するんだろうなとか、こんなこと言われてみたいなとか、そんなことばかり考えてしまいます。きっとハセシンさんはマッチングアプリなんてしないと思いながらも、範囲を最大値まで広げて、27歳コットエイペックス声がでかいで検索をかける毎日です。自分声がでかいでタグ付けしないだろ。ハセシンではなくてもいいので、クローンと付き合いたいです。あー好き。おしっこ漏れる、おもろすぎる。来ました、ふわさんの七夕マロ配信の一番最初のマロが、おもろいのでよかったら見てください。火力高めですということで。まず全部読むね、仲間や友達を大事にしてるの、知ってるし、そういうとこ好きだけど、ありがとうございます。ギターも歌いながらちゃんと踊るのも、人のお披露目とか、ライブでやるんだね。踊ったのは、チケットを買ってまで1曲だけ。ソロでもないのに、出てるの見る気ないし、そもそも苦手な女と絡むの見たくないから、聞いた話で、しか知らないけど、どっちもまずは自分のステージでファンの前でやろうと思わなかったんだ。登録者数とかも増えてるし、増設も多いし、それはめでたいことで、これはしょうがないって分かってはいるけど、コメント全然拾ってくれなかったり、ツイッターのリプライも二度とくれなかったり、もう萎えちゃった。もうふわっちのことを全力で追うの苦しいかもしれない。やめていい？一対一で顔見て話して認知されてるって、実感欲しいのに、視聴確執もないし、あってもどうせ当たんないし、ソロライブが今後あったとしても、キャパ小さくて当たらなかったらもう嫌になっちゃいそう。毎回スパシャ、はしたがねでも読んでくれて、実際会ってお話しするイベントが定期的にあって、現状に満足してるから、別に外部の人とも、女の子ともコラボする気全然なくて、顔と声と性格が好きな人他に見つけちゃったから推し変するかもしれない。いやガチ恋なわけじゃないけど、構ってもらえるの好きでいろいろしてるし、そもそも構ってくれなかったらふわっちのことを推してないと思うぐらいの比率で構われるの大事だと思ってるから、こそそろそろ耐えられない。おい長いって。幸せなら OK みたいなのは、普段コメントとかリプライせずにただ動画とか配信見て楽しんでるだけの人の話だから勘違いしないで。怖っ。ボイスでお前らの、こと見てる、知ってるみたいなこと言ってたけど、こっちに伝わんなきゃただの自意識過剰かもしれんし、
あれだけ聞いて手放しで喜べるほど頭お花畑じゃないよ。お花畑、もちろんこういう仕方、正しいと思ってないし、嫌なら見るなって自分でも思うから、別にここ以外では、言うつもりもない。知らないうちにフェードアウトすると思うけど、今ギリギリ耐えてるよって話。まだどっちに転ぶかわかんないけど、配信、リアタイばったり行かなくなったり、リプ1週間ぐらい、来なくなったら察してもろて、来たらもし、耐えたんだなって思ってくれ。おつ。いや。あー、ブラスル。気持ち悪い。おつがマジやばいね。ちょっと私は冷静ですけどね。あんたそれ以上ちょっと調子乗ってまずいんじゃない？私のこと認知してさ、おいで。おつ。本物すぎる。はい。というわけで、たくさんの、長いメッセージありがとうございます。押し方正しいと思ってないし、嫌なら見るなって思うから、別にここ以外では言うつもりもないって言ってるんで、まあ、僕のマシュマロ限定でね投げてくださってことなんでね、はい。まあでも一緒だよね、うん、マシュマロだったらいいっていう別に風潮ないからね。何言ってもいいみたいな。切れてるやん。切れてるよ。自分の中での大切な一番もあります。はい。でギターとダンス、そちらの 3D に関してはどうでもいいです僕は。はい。だから大切な一番、別に大切じゃない一番っていうものが存在します。で僕は、バンドが、好きです、非常に。でギターっていうのは単体で演奏 3D で弾くよりも、やはりかっこいいボーカル、バンド隊がいて初めて、魅力を、発揮するものだと僕は思っております。はい。丁寧すぎる。うわくんなあ、その炎をさ配信に映した意味は何なんだよ。言えよ。お前の奥底にあるその怒りを、ふわくん言いたいんだろ。気持ち悪いって言ってやれよ。綺麗な言葉を求めてないよ。そんなやつに受け答えしなくていいんだよ。ふわくん、あんたは人気者で、あんたの視聴者がその女の子一人に何を思ってるか、お前も分かってんだろ。言ってやればいいじゃねえかよ。このマロの人は多分純粋にその正直女が好きじゃない、女と絡んでほしくないっていうだけの一方的な、勝手な理由を、俺のなんか思いをまるでなんか乗せたようになんか否定をしてるんですけど、抜かすなそんなこと。はい。お前の初めてじゃなくて俺の初めてだから、勘違いをしないでください。はい。フワちゃんこと全力で思うの苦しいかもしれない。やめていいです。大丈夫です。はい。視聴確定数もない。ご支援するかもしれない。どうぞご自由に、大丈夫です。ガチ恋なわけじゃないけど、ガチ恋だと思います。若干。思うぐらいの比率で言うんだ。自分で言うんだな。でも配信リアタリばったり行かなくなったり、リップ1週間ぐらい来なくなったら察してもろて、わかんない。お前誰だよ。お前のリップとお前のコメントわかんない。そんな気づかんわ、俺その。お前からその1週間リップ来てるのだとか、1週間コメントずっとしてくれてるのか分からん。せめて名前書け。ありがとうございました。お気をつけて。別会話では元気でね。そういう配信なんだ。はい。というわけで、おたけあげ配信やこれ。いや、よかった、マジで。ふわくんが言ってくれて、言ってくんなかったらどうしようかと思ったよ。言えないのかと思った。言ってくれたわ。俺は、全く声が来ないの。おたけあげするものないんだよね。多分 VTuber の人とかめっちゃ来るんだろうね。来たらマロもやつ配信しろよ。いや、そういうのは配信で言っちゃうとお前ら創作するやん。本物が来たらじゃあ俺が燃やすわ。リアル燃やししようかな俺。マロ。でかい紙に印刷して、焚き火に一応投げようかな、ペッて。ガチなやつやれば、じゃあ来たら。創作系は俺は取り扱いしません。それでもわかるんで。いや、いいお題でした。教えてくれてありがとう。ふわくんの七夕配信面白かった。これやばい。はじめまして、インターネット恋愛についての体験談を投稿します。大学生で初めてネットに触れた15年前、まだインターネットの大会は混乱の、なんていうの、お前わかんないよ、漢字がルツボだったのですが、特にひどかったのがニコ生から派生するスカイプの付き合いでした。目玉焼きにかける調味料の話が
どうしてもしたくてニコ生を始めた私は、はい、いつの間にかいろんな人の、スカイプ通話グループに招かれていました。たくさんのお話を聞けて楽しかったのですが、そのうちの1グループにとんでもないカップルと遭遇し巻き込まれました。男のヤンドレ×女の多重人格カップルです。まさか現実でこの属性の組み合わせに私は翻弄されました。特にいきなり始まる、イプセクロスわ、この世の地獄を煮詰めたような時間でした。彼女の人格ごとに彼氏の攻め方が変わるのです。恐怖で逃げることもできずにミュートしていたのですが、なぜか男女ともに昇天するために私の名前を呼び、ちゃんと聞いているのか確認するのです。そして返事をしないと男のヤンデレがリスカをしだすので大変でした。二人曰く間に私がいるからこそ最高の恋愛なのだそうで、知らぬ間に私は魔女にされました。まさかの男のヤンデレ×インターネット初心者×女の多重人格の三角関係です。下は幼稚園児、上はおじいさんまで、バリエーション豊かな彼女は優しく腰を振る彼氏のやりとりを聞かされ続けた私は、とうとう我慢できずに繋がりは全て断ち、ご飯を語るニコ生コミュニティも決して逃亡しました。この件は私は性癖に大きな傷を負いましたが、同時にネットリテラシーを深く学び、おかげさまで大きな炎上に巻き込まれることなく、エントリートの片隅で、楽しくオタクをしています。以上、私が経験した最初のインターネット恋愛です。おもろ、よくちょっとでも我慢できた。いきなり酔っ始まんのかな、イプセクロスが。どんな経験だよ。24歳ロロンナ新作です。先日満を持して無職になりました。所持金2000円しかなくなったので、これはまずいと思って最低賃金括弧1000円以下です。でデリヘルのフロントスタッフを始めました。もちろん親にも友達にも言ってません、言えません。お店のホームページのオプションとして記載がある清水の意味が分からず、清水って何ですかとハキハキと聞いたところ、おしっこねとハキハキと返され赤面。店長から、基本なんだけどソープと、ヘルスとデヘルの違いって分かると聞かれたので、いやと返すと、簡単に言うとチンポ入れるかどう入れないかなんだけどと言われ、店長の顔が見れなくなりました。逆に、オプションは AF つけれますと聞かれたところ、 AF って何ですかと先輩に聞いたところ、アオファーと大声で言われ、対応が終わってからトイレでちょっと泣きました。2日間勤務してあまりにも夕日が綺麗で他の仕事を探そうと決意。その日の帰りにフリー Wi-Fi を探して店長に辞めますと連絡しました。携帯止まって早3ヶ月、世の中いろんな仕事があるんだね。ちなみに面接に来た女の子はクソ可愛くてヤニの匂いがした。あれはメビウスオプション5ミリかな。な、面白いだろ、お前最高だな、お前は最高だな、最高の人生だな。またお前待ってるわ、お前からのマシュマロ。ここがもう、ここが一番好きだけどね俺、ここフリーワイワイ、携帯止まってるからな、限界だよな。